したいと思います。挑戦したいと思います。全然登る気がしない。2013年7月15日富士山今5合目富士宮口でプリンスルートで行きます。富士山はやっぱりそうなんですわ。行けるのかいな。エルクアへおいでやんす。富士登山編スタート。ディジタルス意気込みは帰りたい。登り始めて帰りたい。 Hey July。 はい、今日はナイトチューブ番外編富士登山と、はい、いうことなんですけども、うん、今標高 2400m、うん、さあ意気込みを。いや若干5合目も今から息切れはしてるけど、頂上のご来光を見るために頑張ります。はい、ということで今から始まります。富士登山エルクアへおいでやんす。レッツゴー。エルクアへおいでやんす。あんたいいやん。はい、オッケー。あんたは見らんて、うん、はい。次の7合目まで1キロ、大体1時間しんどいけど、あと3倍と思ったらなんとか頑張れそうです。虫や虫さっき食べるやつで。じゃあ7合目で会おうね。グッバイグッバイグッバイ。マサラ君の荷物買って応募したのかな。分かった。入れて覚えてない。今まだ今めっちゃ早いね。みんな今も 4000m ぐらい来てるから。来てない。進んだっぽくないでも 4000m もあらへん。結構頑張ったよね今。めっちゃ雲黒ない。雲は黒。黒雨の感じ。はい、女は愛嬌。おい見て。男は度胸。これでいいマジで。じゃあこれ歌っといた方がいいか。わかった。じゃあみんな手挙げてや。行くぜ。その旅からや。旅からね。旅からね。ここからあかんし。めっちゃ恥ずかしいのこれ。頂上で歌うわ絶対。頂上で歌うわ絶対。頂上で歌う。頂上の約束決定しました。待って。頂上で歌う。頂上で。ほんまに言ってろ。ほんまに言ってろ。まず7号目行ってない。一応前に衣装を揃えて。お前ブルー系できた。ブルー合わせで。一言、みんな一言ずつタウルスは励ます言葉を言って、ほんで、判定はタクソ本人。最悪罵声でも OK。OK。じゃあ私から。計算するんやったら私のいらん荷物を持って帰ってくれ。病人に優しい。はい。じゃあ2人目地下にしようか。地下にしようか。じゃあ上でマッサージしてあげる。優しい。優しい。ダウルスもそれこんかったらもう今もう男ちゃうわ。あかんで、それやばいよ。はい、マサル君。ダウルスと一緒に景色を見たい。動いてる。もしもし。はい、はい、リア君、はい。あ、登ってこいよボケ。俺の代わりに言ってくれ。
れたもん。タウさんはタウさんは言われてるからちょっと調子乗って。じゃあとりあえず7合目まで頑張ろう。そうしましょう。7合目まで頑張って。そうしましょう。その時に死ぬ。酸素上げて。マジで。リタイアなるか。まだ 6.5 個目ぐらい。それ酸素上げるから一回吸ってみたら。ほんでも全然あかんかったらあれやけど。私もちょっとちょうだい。はいはい、これちょっとずつ。え、めっちゃ楽なるよ。頭スコーンっていきなりクリアになる。これやべえ。
え、なんで2000円、2000円、重っ。ディジタルス頑張ってます。ここが7合目だと思って頑張ってます。頑張れ頑張れ元気になる。交換しました。全然違う。あともうちょっとタウルス頑張れ。タウルスは後ろにいます。あと15歩ぐらい。ここからも僕帰ります。もう帰ります。挑戦したいと思います。しぐれの宿で背を向ける人、報われないと知りつつ抱かれ飛び立つ鳥を。やめた。やめた。拍手喝采、拍手喝采、拍手喝采。頑張れそう。もう帰ります。いい笑顔してるよ今でも。すごいやりきった感が。ちょっと早く撮った途中マジ頭痛かったっすね。これ吸ってみ。あ、これやばいで。もう重すぎ。あ、持ってんの。じゃあこれめっちゃすごい。全部吐いて。これちょっと変わる。これじゃあもっともっとすぐ、もっとすぐガッツリスタンバイ。酸素すら拒否という。もうどうせ言うねみたいな。夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ。声が出ません。標高高すぎです。1号目に着きました。今からうちのスタッフがルートを間違ったので、本当はあんまり歩かないブルドーザーの道を歩いて、でやっとご飯にありつけて、そこから仮眠を取って深夜2時ぐらいから頂上を目指してご来光に向かいます。今日は本当はなんだっけ、富士宮ルートからプリンスルートの方に抜けてっていうちょっと軽い道のりのはずだったんですけど、あのロッククライミングのような富士宮口で8号目まで来ました。でも反省して荷物を持ってくれたショッツ君ありがとう。行こう。ちなみにこんなとこでーす。私は新7合目で、タウルスは下山したけど、その後私は元祖7合目も通り、富士宮口の8合目も通り、ここ御殿場口の8合目にようやくたどり着きました。朝10時半から歩き始めて今が4時45分。ざっと6時間の登山。まあでもしんどかったけど、なんか達成感はあるし、なんかすごいめっちゃ気持ちいいから、思ってたよりは楽やったかな。いや全然強がりじゃないよ。しんどいけど
思ってたよりはちょっと楽。あの、人生で二度と登りたくないとは今はまだ思ってないです。明日頂上まで行って二度と登りたくないと思うかどうかはまた感想をお待ちください。今からカレー食べて楽しんでお休みします。バイバイ。東京都丸山小屋赤岩橋かなり楽です。大丈夫です。です小屋の中はこんな感じです。みんなお疲れ様。お疲れ様。今日は全然余裕でしたわ。エルクストリートとナイトチューブ部関係エトチカと来たよ。7合目でタウルスは下山したからいません。タウルスちゃんと実況してあげようや。タウルスいません。タウルスは多分今頃駐車場で車で寝てます。7月16日、夜中2時45分頃、1時半に8合目の山小屋を出発して、今1時間歩いたぐらいです。まだ9合目にも着いてなくて、山頂はまだかかるけど、4時半のご来光に向けて歩いてます。すごい暗くて、ヘッドライトが寒いし、きついっす。でも見上げると星がやばくて、流れ星もビュービュー飛んでて、それを見たら来てよかったなと思えるから、15名を目指してご来光を見て感動するまで頑張ります。じゃあ進みます。日の出だけは撮りたくないので。こんな色してんかい。すげえな。でも不思議なもので、登った2秒後にはしんどかったことを忘れるっていう、人間で都合のいい生き物で、だから頑張れるんやなと思ったから、他のこともいろいろ頑張るぞ。おー、登場で歌うわ絶対。登場で歌うわ絶対。下山は楽やね。
上か、頂上がそこで下ってきてて雪も残ってるけど、下はまだ、ほら雲で、その先にあるのが私たち山小屋、こんな岩ばっかやけどね、見てほらこれ、16日にかけての富士山登山、無事、生還しました、生還戻りました。エルクストリート&ナイトチューブの関係者の皆さん、ありがとうございます。エルクストリート一人はリタイアしたんですけど、皆さんも、富士山ちょっと大変ですけど、ぜひなんていうのかな、頂上まで頑張ってみてください。じゃあ今日は今から家帰って、お風呂入って、家帰ってじゃないよ、今からみんなで温泉に入って今から寝ます。バイバイ、お疲れ。じゃあ感想言ってみて。感想、リタイアして一人で降りてから何してたんですか？今までは。この駐車場を満喫した。じゃあ今見てる人に一言。体調いい時に富士山また挑戦したいと思います。お。お。来年行きますか？もう一度。行きます。言ったよ。体調良かった？体調は自己管理してください。オーライ、はい。